はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、謎のベールに包まれた海外先行テーマティスティナについて、ご紹介していきたいなというふうに思います。診断で実装されましたこのティスティナと呼ばれているモンスター群なんですけども、水族で、属性はなんか光とか炎とか、風とかいっぱいいるんですけども、まあ、結構独特なテーマになっていましてですね。でこれどういうテーマかっていうと、相手を裏側に表示にして、で表側のカード墓地を送るっていうのがダルマカルマっていうカードあるじゃないですか、トラップカードに あれと一緒、こんな感じの効果をね、全員じゃないけど、大体エースモンスターが持ってるんですよ。例えば、このエースモンスターでの決勝神ティスティナっていうモンスターは、自分のメインフェーズだったら、ダルマカルマが打てますみたいな。はい。で、裏側表示に全部モンスターして、でその後表側のカード全部墓地を送るよっていう効果で、こっちの、ティスティナの半身っていう、方のモンスターはこれ決勝神ティスティナ、まあ、相方ですね、これ相方、まあ、これコンビ組んでるんですけども、この相方がいると、相手のターンに、相手のフィールド上のモンスターを全部裏側にして表側のカード墓地を送るよみたいな効果があるんですよ。だから一応先行で妨害を立てる方法としては、このティスティナの半身と、決勝神ティスティナ、これをまあ並べることによって一応妨害になっていると。でこのデッキね、基本的にはなんですけども高校の方がなんか動きやすいっていうテーマになっていました。これなんでかっていうと、フィールド魔法があって、このカードの効果で決勝神ティスティナを出していきたいんですけど、これがね、なんかね、高校前提みたいなとこあるんだよね。自分のメインフェーズに発動、デッキからティスティナモンスター入って墓地を送りますと、愚かな埋設できますよと。で、さらに自分のフィールドに表側、相手のフィールド上に表側表示のカードが3枚以上あると、手札デッキから決勝神ティスティナ1体を特殊召喚できるっていう効果。この決勝神ティスティナっていうのは自分で出てくる効果がなくて、これがね、ちょっと弱いんだけど、これ自分で出てくれたらめっちゃ強かったんだけどね、これ自分で出てくる効果がなくて、これを出すには、このフィールド魔法か、または、このティスティナのタームレっていうね、この手札から墓地からティスティナ出せるっていうこのカードか、またはこれで召喚権増えるんだけど、これでアドバンス召喚するかっていう感じの出し方になるんですよ。だからそうやってこれを前に出してこないといけないんですけども、まあ、そうやってモンスターを並べていくことによって、キルを取っていく、ライフを取っていくデッキになります。どういう風にライフ取っていくかっていうと、結構ねライフ取る手段いっぱいあってさ、例えばこのティスティナの昇進っていうモンスターは、このカードがフィールド以外から、墓地を送られるとティスティナモンスターが打点2回攻撃できるみたいな効果付与できますと。これとかは、裏側表示モンスターがいると、相手のフィールド上に自分のティスティナが直接攻撃できますよみたいな。でこのエースモンスターであるこの、虫歯む光ティスティナっていうモンスターは、これ決勝神ティスティナですね、これをエクシサーにしていると1ターンに1度打点が2000ポイントアップできますみたいな。だからね、こいつで2回攻撃を付与して、で、こいつの自身の効果で、2000打点アップして、4000で2回攻撃してフィニッシュするっていうデッキなんですね。でこいつ特殊召喚成功した場合に、相手のフィールド上の裏側表示カード全部墓地を送るっていう効果があるので、まあ、この決勝神とかを使って全部裏にした上で、こいつで除去してから2連打みたいな、そんなイメージです、キルの取り方は。でね、これちょっといろいろ構築はあると思うんですけど、僕はちょっと準構築にだいぶ寄せてきました。まあ、このデッキが準構築でどんなことができるかっていうのをちょっと皆さんにお伝えしたくて、まあ、ちょっとスピードルとベグマックスとか入っちゃってるんだけど、あと超融合とかね、この辺のまくりカード入っちゃってるんだけど、なるべく準構築に寄せてきたつもりです。でフィニッシャーはこいつか、またはこいつらなんだけど、まあ、要はランク10ができればいいんですね。はい、基本的には。で、相性がいいカードとしては、まあ、皆既日食の書とか月の書とか、そういう裏側にするカードは結構相性は良かったりするんですよ。するんですけど、結局ね、なんか裏側にならないモンスターも結構いるじゃないですか、そのカードで。裏側、例えば、まあ、最近だと財宝とか。財宝スネーカーが今ちょっとかなり環境トップと言われてまして、でそいつらが全然回転種の人とか聞かないんですよね、別に。でリンクモンスターはじゃあ墓地送ればいいんじゃないかって話なんですけど、決勝神ティスティナとかの効果で、やっぱね、その決勝神ティスティナを出せたとして、やっぱこいつの効果は基本的には通らないんですよまあ破壊されるとか無効にされるとかで、だからやっぱちょっとあんまりその裏側にするカードなんか入れても大してもできないなと思って、ちょっと抜きまして、でもうなんか雑に超融合入れました。やっぱまくり、この高校まくっていく感じでデッキ組んでるんで、やっぱまくり札は必要なんですけど、まあ、手札誘発以外にね、もちろん手札誘発で相手の手が止めるんだけど、まくり札は必要で、でまくり札は何がいいかなっていうところで、
結局そのベイゴマックスだったらまずあの未来竜王まで行こうとするから、まあ、絶対妨害踏めると思うんで、まあ、ここのギミックは入れたっていうのと、あと普通にちなみにあのランク3がすごいしやすいんでね、このデッキ なのと、あと超融合、これでやっぱ相手の盤面を背負っていきたい。やっぱその妨害になってるモンスター、まあ、楽園とかだと結構打てる、打ちやすいし、まあ、あとまあ、スネークアイにも、まあ盤面に、まあ、モンスター残ってることはあるから、そこで打てる時とかはあるから、まあ、言うてそこまでね効く盤面になることはないんだけど、まあ、例えばアースゴーレム、あとイグニスターとかね、このサイバースドグモンスタープラスリンクモンスターで処理とか、あとはまあ属性が同じやつがいれば、そのガルーラとか、まあ、この辺のモンスター、こういうのを使ってなんかその盤面しょって、まあ、なんとかしてキル取っていきたいなっていう感じで、これを3積みしてるっていうところですね。はい、あとはまあ壺とかで、あのコンボパーツを揃えていく。ちなみにこのデッキ1枚初動はありません、残念ながら1枚初動はないので、まあ、1枚初動があれば、まあ、もうちょっと多分自由度高いと思うんだけど、1枚初動なくてコンボデッキなので、ちょっと枚数かなり多めにしないと、まあ、引けない、まあ、すべき前提みたいなのがあるんで、はい、万能サーチもそんなにいっぱいないからね、はい、なので、ちょっと、組み方が難しいんですが、あと回し方もちょっとあの癖あるんですが、まあ、言うてそこまで弱いテーマではないなって使ってて思いました。はい、やってることは強い、時がある、可能性を感じる。ちょ、今後また強化来るかもしれないんでね、ちょっと楽しみに待っていきましょう。デュエルスタート。なるほど、まあ2誘発あれば、まあ、まあ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 旧大点といったところか。まあ言うてね、メインギミックだけでまくっていくこともできる時はあるんですけども、まあ、できないことも結構あるって感じなんで、まあその辺なかなか難しいところですね。ビッグ弁慶 OK、ビッグ弁慶が特殊召喚される。サーチかこれ、サーチされるで岩投資持ってくるで岩投資召喚、これどこを当てるかだな。さすがに仲裁かな、無限法要は。これ多分いきなりリンクシンクロしてくるんじゃなくて、これ多分あれそうだよね。で仲裁で、サーチして仲裁でリリースするから、多分そこにうららで、カカシーは無限法要でいいんじゃないかな。まあ何持ってこられても貫通されるからな、結局な。でバイクいいでしょう。でバイク効果ぶん投げる。でおそらく仲裁かなんか持ってきて、でカカシー効果で岩投資蘇生しての動きだもんね。だからそのカカシーにはさすがに、無限法要ぶち当てる。で仲裁うららで止まんじゃねえかな、さすがに。で止まってくれるとありがたいんだけどね。でカカシー、はい、いいでしょう。なのでレベル12進化は出てくるか。とりあえず1回こうするわ。で一旦カカシーちゃんの、効果を無効にする。で出せない。でじゃあ仲裁装備してリリースしますって言われる。オッケー。墓穴入ってねえから、うらら絶対通るもんな、多分基本的には。ああ。で、これガンマも打てないし、はい。これで止まるでしょ、さすがに。レベル12進化しか出せない。多分あいつが出てくるぐらいでね。4000打点のおじさん。4000打点おじさんが出てきて、まあ、岩投資の効果で手札ぶん投げて、レベル12シンクロ、棒立ちエンドみたいな。まあ、棒立ちっていうか、まあ、横立ちなんだけど。あれ？マジ？耐えた、完全に耐えた。なるほど、危ねえ、こいつ来なかったら、ちなみに動けなかった、召喚できないからモンスターを。うわー、ティスナの半身特殊召喚、ティスナがいると特殊召喚できるぜ。お、なんもないのか、相手なんもないぞ、いける、これはチャンスや、チャンス到来、これはチャンスが到来。なんかある、あ、優先権映ってる、優先権映ってない、これちょ、ほらほらほら、ティスナの息吹発動して、息吹効果を表のモンスター裏にします。でデッキからカード持ってきます。まあ、表のカードちょっと3枚ないんでフィールド魔法持ってきてみないから、これ速攻魔法持ってきて、手札のあれか、クリスタルオブティステナ出せばいいか、クリスタルオブティステナ出せばいいんじゃないか。っていうかこれ普通にあれか、相手のモンスターリリースして、昇進も出せるな、強いな普通に。はいはい、で、はい、で、はい、あれ、あれ、
なんか強いな。なんかすごいいっぱいレベル10並んでる。行くか。レベル10の昇進と、レベル10の決勝進ティスナでオーバーレイ。エクシーズ召喚。あらあら。虫歯み光。テステラ。虫歯み光ティスナ効果発動。オーバーレイを一つ使い。打点を2000上げていく。さらに、ティスナの昇進の効果によって、このモンスターは バトルフェル中に2回攻撃するバトルフェイズ。うわーっとらーうわーっとりゃー必殺ティステラワッキル。 OCG のさ、あのカードデータベースにまだカードないんだよ、このカード、あのこの、テーマだから、なんかデッキ共有するときに拍手を取るじゃん、ユニコーン、はい、挨拶ね。これあのマスターデュエル流挨拶と言われてますね、最近このカード。あまりにもいろんなデッキが飛んできすぎてとりあえず一体ユニコーン出してから考える、あ、財宝狩りね、スネークアイクシャトリラだと思いますね、まあ、これユニコーンが入ってるタイプの、まあ、財宝、デッキだと思います。バースどうぞ。超融合効く盤面にしてもらっていいですか。超融合効かないと本当何もできないので、超融合効く盤面にだけしてください。でトガちゃんが出てきた、なるほど。これなんか最終盤面に無限ホイール当てればいいかと思ったけど、なんかそうでもねえな、これここか、もう。いや、これここに止め、ここ止めたらワンチャンあるだろう、なんとかなるんじゃね。これでさ、フランベルジュでさ、あのマスカリの貼り付けらんないじゃん。でワンチャン、こう包容でこれ妨害減ってるって言い方でいいよな。炎属性、炎属性以上いるから、まあ一応超融合できなくはないけど、言うてそんなだな、打ったところで感があるな。まあ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 、いいでしょう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 。1枚ドロー、了解。いやまあでもそんな強くなくね、盤面ユニコーンくらいじゃね。あ、じゃあセットなのか、なるほど。ユニコーンくらいだろ、ユニコーンで、まあ、エクスタ抜かれるのうざいけど、まあ、うざいけどだな、うざいけども、まあ、とりあえず脳死。うわー、え、カードを100枚除外してカードを200枚ドロー。大丈夫だな。まあ、大丈夫。今のところそんなに影響はないか？あ、影響はないね。さあ、こっからだよ。あとは、超融合を打ったところで、まあ、言うて、その、まあ、炎として消えるだけだからな。いまいちなんだよな、これ。トガ姫が出てくる。あ、トガ姫は出させた方がいいか。まあ、とりあえず、ベイグマックスだな。どっちにしてもね、炎属性残っちゃうんだよね。あの、神殿があるから。で、ベイゴマックスの効果を発動します。ガルーラでもドラゴンでも、多分ね、これね、残っちゃうんで、炎属性。ってことは、結局、トカ姫出てきちゃうから、超融合しても意味ないという判断。そして、クシャドリラバース、いいだろう。クシャバ。クシャバ。クシャバで、ああ、はい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 。はいはい、いいでしょう。まあ、良くないけどいいでしょう。良くないけどいいでしょう。とりあえず、ベイゴマックスが爆破されて、トガちゃんが、墓地から湧いて出てくる。かわいいな、相変わらずかわいいな。でベイゴマ効果、竹丼防具持ってくる。竹丼防具、これちなみに持ってきたら一応あのあれだから、あのなんだっけ、なんか保証だっけ、なんかあの緑色のレベル3のやついると風属性出てくるからね。あー、はい、ユニコーン、ユニコーン、ユニコーン、何抜かれんだろうな、これマジでエクストラ何抜かれるか問題もあるな、意外と。あ、超融合入ってんなでって思われるな、これエクストラカンニングされたら。さあ、あー、まあ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 、そうだよね。まあそうだよね。超融合打つことないな、別に。妨害ないしな、盤面に。盤面に妨害ないんだよね。盤面に妨害あるんだったらね、まあ、打っていいと思うんだけど。で今とりあえず、いぶきは発動できる？いぶきちゃん発動したいんだけど、いい？あー、いいね。いけるね。いぶき発動できる。なるほど。ちょっと、これあれだな、デミゴットいくか。デミゴット、なんかさ、これ、名前なんだっけ、半身。これさ、日本語訳わからんのよ。ずっと英語で回してたからさ、英語でカード回してたから日本語訳わからんのよ。で、テスターの半身の効果で、魔法トラップカードを手に加えていく。で、これでもう一回テスターの2匹持ってきて、ほんで、まあ、そうですね、あー、はい、邪眼神殿、はい、邪眼神殿で、出てくる、炎竜出てくる、まあ、炎竜は今何もしねえからな。進撃バティスティナ発動、バティスティナ。ちょっと、まあ、すごいね、
あの頭に入ってきにくい名前してるよね、ディスティナって。まあ、イラストも似てるしな、なんか、フィールド魔法だか、永続魔法だか分かんなくなるんだよ、これ。で、バッティステラの効果によって、デッキから墓地に保証を送りながら、モンスターを特殊召喚、現れろ決勝神ティステラ爆弾ウィーあ、バース、はい。あ、そうか、バース、まあ、速攻魔法あるから、いいか。速攻魔法あるんで、一応、特殊召喚できるみたいな効果ありますので、戯れちゃんの効果で、自分の墓地のバッティスティナーで送った、保証をぼっちから特殊召喚したい。チェーンあり。はかなか穴だな、これ。違うか。あ、ケツ穴ね。あ、まあまあまあ、いいよ。ケツ穴確定。OK。まあ、とりあえずランク10はできた。ってことは、ランク10はできる。ちなみに、決勝神で裏にする、と、フランベルジュで横でレベル1出てきちゃうからダメじゃないですか。これつまり裏にしちゃダメなんですよね。これ裏にしちゃダメだから、裏にしたらあかんのよこれ。だつまりこれさ、表側表示モンスターでしょ。だからちょっと待って、竹トンボーグ召喚、あ、いや、こうでしょ。これ相手のモンスターをちょっと、ね、縦で置いときたいんですよ。でもちょっと事情があって、で息吹効果竹トンボーグを裏に、これ相手も裏にできるんだけど、これ相手裏にするよりも、自分裏にして持ってきた方が強い説ある。で、ティスティナの昇進を加えていく。よし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 。相手はもう盤面が埋まっていた方かな。ビンステッドとかも出てこないですよ。そっちの方がいい。まだいないと思うけど、ビンステッドは。で、アドバンス召喚していく。裏側表示モンスターをリリース。ふぃー。あらあらろ、ティスティナの昇進、そしてレベル10のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、こうだな、あらあらろ、超度級砲塔列車、グスタフマックス、グスタフマックスの効果、相手のライフに2000ポイントの大ダメージを与えるぜ、バゴーンうわー、超ロキー砲塔列車、ジャガーノトリベ、ジャガーノトリベの効果、オーバーレイトを1つ使い、打点を6000にし、このターン、このモンスターは2回攻撃することができるバトルベース、イエーどれだ、一番打点が低い、 こいつってさ、リンク最後のモンスター戦のところで、分からんけど、リンク投げなきゃいいな、リンク投げなきゃ、くたばれ、おらーしゃおらー対戦、ありがとうございました。まあ、ティステラ出さねえ時もある、こういう時やな。いやー、竹トンボーグ引きすぎ問題発生。マジでさ、竹トンボーグとベイゴマックスめっちゃセットで組んだけど、マジでうざい、頼む、マジで竹トンボーグ、お前デッキ眠っててくれ、頼むから。バッティステラ頼む、マジで頼む、本当に。あのね、ベイグマックス君のね、良くないところだよ。そういうところ良くない。ベイグマックス君は強いんだけど、竹トンボー君がね、すぐね、やっぱり来ちゃうんだよ。まあ、仲間意識が高いんでしょうね。何、誘惑教だと、あ、闇の誘惑、何、人影全部捨てろ。あー、無理か。これ何デッキですか、これは一体全体。暗黒界の取引。いや、わけわかんないカードめっちゃ連打してる。わけのわからないカードが連打されている。いやー、これ究極の選択じゃない？これどうしよう、これ。ちょ、お前ガチでいらんわ。ちょーっとさー、で、バケトンボーグ君手札にきすぎやんだけど。何これ、何このデッキ。は？どういうこと？ちょ、わからんわからんわからん、マジでわからん。ちょ、マジでわからん。ガチめにわからん。一体何がしたいの、こいつは。フィードバック、はぁ、マジゴミみたいなことしてんじゃねえぞ、ゴミみたいなことしてんじゃねえぞ、おい、なんだこのデッキ、ロールバック落ちとるやんけ、おい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 、なんかやばくねえかこれ、あー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 、エクストラやがった、おい、全部、え、トラップトリック、何が起きんのこれ、え、 DD ダイナマイト、やばくね、やばない、それは、はっ！はっ！